ルームツアーの始まりです。シャーロットからルイに受け継がれたリード。よく見れば、ルビドン。シャーロットを買いに行くときに、こちらのリードと首輪の方が高くつきました。ここは靴箱ですが、ルブタンにディオールにグッチに、これは何だ、ロベルトカバリ、これもロベルトカバリじゃないか。すごい靴が置いてある。これもドルチアンドガッパン。これはカンクンに行った時のお土産。次の新しいリードです。お風呂場です。ベビーオイルは年齢いってる私には必需品。あと口臭、インプラント用の、歯磨きいりますね。この辺全部いりますね。ダイソン、あまり良くないかもしれないけど、ダイソンずっと使ってます。ブリジット・バルドーです。ルイのご飯とお水です。デロンギ、デロンギコーヒーを夫もデロンギです。毎朝コーヒーを2杯飲みます。こんな感じですね。コーヒーはいつも大量に買っています。家具はすべてカシーナ。もう十何年前に買ったカシーナ、当時バーゲンで140万ぐらいですね。シャーロットの時代から6年使ってます。かわいいかわいい。これはネットで買って、後で、ソファと一緒の色に貼り替えました。ネットで2万円で貼り替えるのは6万ぐらいしました。一応カシーナで買ったこのテーブルですね。ブリジット・バルドー、親です。あとカシーナの、テーブル。カッシーナの椅子、カッシーナの、チェスト、これが、昔買った一目惚れですね。いいです。これも一応カッシーナで買ったものです。この、本棚、1台が60万します。すごく重たくてがっちりして、これも10何年使ってますが、新品同様です。2台で120万です。あとベッド。これもカッシーナです。ね。たくさんお金のある時だったので、
カッシーナで全部揃いました。帽子。帽子はね、これニューヨークスタジアムに行った時の買った帽子です。これはキューバに行った時の帽子です。これは、アストマーチンのチャリティで F1 ドライバーが来た時にいただきました、名前はまた書いておきますあとこれはモナコですね。これはイタリアに行った時です。ヤフーで、オークションでパンナムの懐かしい飛行機を買いました。これはシャーロットです。ルイです。メガネがいっぱいあります。メガネ大好きですね。これがすごく気に入ってモナコで6、7万で買ったんですけど、日本製でした。残念。でも気に入ってます。あとイギリスで買ったものとか結構いっぱい買ってます。シャーロットの絵を描いてもらったやつをいただきました。この辺はルイです。ルイの歯もここに入ってます。シガーが過ぎてシガーの灰皿ですね。シガーカッターですね。これシガー入れだったんですけど、今カード入れになってます。あと、ボルサリーノですね。これ、大好きです。見えてるかな？ディオールの、ルイが映りたいと言ってきてます。ルイちゃんあと、ニースで買ったベスパの鉄板ですね。すごいものです。これも、お気に入りです。これはモナコでお金のある時買ったヴィトンのバッグです。使い古してますね。これはグッチのパンツですね。ここのシャツ、グッチェ、エルメスやらもうブランドもんだらけです。ここもすごいです。ここもすごいです。ここはまだ入ってない。あと、服はファッションショーをしますので、ほとんど冬物が高価なものですけれども、夏物はあまり高いものは持ってません。ちなみに最近はザラです。ザラしか新しいものは買ってません。この10年間で超貧乏になりましたので、ベランダです。もうすぐトマトができます。トマトです。トウモロコシです。今日のルームツアーはこれぐらいで。